さてさて今回も楽しく日本史を勉強しましょう現在は室町時代について勉強しておりますがその中でも室町時代の文化について学んでおります今回は文学について読み進めましょう 大平記など歴史上の合戦を題材とした軍旗物語などが武士に好まれましたまた庶民が豊かになってきたので庶民に受け入れられる文学が多く見られるようになりました物語を挿絵を入れて書き写したものをおとぎ造紙といいおとぎ造紙には 浦島太郎や一寸法師などもありました。そうなんですね。この頃なんですね。また和歌はこの時代も広く愛されました。この時代に完成したのはレンガという形式のものです。これは五七五のチョークに別の人が七七のタンクをつけ、 さらに別の人がその単語に五七五のチョークをつけるということをずっと続けるという形式のものです。レンガは人々が集まって読み合う一種の遊びとして発展し、これを専門とするレンガ師も生まれました。面白いですね。 今やっても面白そうですけどね。はい。今やっても面白そうですよ。はい。そうですね。はい。ということで、以上が室町時代の文学、そして文化、そして室町時代でございました。えー、次回は、次の章、戦乱の世の中と日本の統一、戦国時代、 安土桃山時代へと時代が移ります。お楽しみに。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。